ときは部屋を明るくして離れてみてね。人生みるみる変わる喜びの声が続々、なんと料金はただ大絶賛予約受付中。何これ、嘘っぽい。ただでも見てほしくないよね。絶対インチキね、決まり。そんなことないわよ、予約だって1ヶ月待ちだったのよ。嘘、こんなのが。みんなの分も予約してあるのよ。私占いなんかには頼らないようにしてるから。あたいも興味なし。そんな、サンディは来てくれるでしょ？って言われても。シナモンは占いに夢中。へえ、面白そうじゃない。本気かい、クローブ。僕には理解できないな。クローブなら分かってくれると思ったわ。あんたが占いに興味を持つなんて思わなかったわ。サンディらしくないね。当たるって評判なのに料金はただ、何かありますって言ってるようなもんじゃないか。そっか、もしそのからくりが分かったらすんごいスクープになるかも。なになに、スクープ？雰囲気悪いところだな。やだ、匂いがする。なんであんたまでついてくるのよ。僕も占い見てみたいもん。あのね、占いは見るもんじゃなくてこっちが見てもらうのよ。そうなんだ。あ、あそこよ。なにこれ、変な匂い。お香を焚いてるのよ。占い師のマージョラム様ですか？レディース・ジェントルメン、ここにおわすは世紀の大占い師マージュラムとグリモア様。お香の煙に過去と未来のあらゆる出来事を読み取る奇跡の預言者であられます。何なのこれ、インチキ臭さ大爆発。安い演出だな。すみません、私たち。シナモンじゃな。そっちがバジル、クローブ、サンディとそのペットのクラウド。ペットじゃないよ。初めてお会いしたのにどうしてわかったんですか？全知全能のマージョラム様には全てがお見通しであるのであります。すごい。あーぶらーカード
ダブラチチンポイポイポイノモクエソムアンドアラオンケケオンケ。お主、先週父親の大事なカメラを壊したのを隠して悩んでおるな。なんでしてんの。お主は密かに音痴で悩んでおる。うそ。そしてお主はおととい弟たちのおやつをこっそり食ってしまったな。知らないわよ。そっか、あの消えたおやつはサンディが食べちゃったんだね。黙ってな。マージョラム様の知らぬことは何一つ存在しないのであります。ああ、これぞ奇跡の技。占いってすごいね。何でも分かっちゃうんだ。絶対からくりがあんのよ。こんなデタラメ頭から信用するのあんたみたいな単純なやつだ。すごい、私すごく感動しました。もう一人いたわね。ではお主らの悩みを解決する秘策を授ける。このモクッと解決癒しのお香を使えば悩みのすべてはすぐに消え去る。今なら一箱2000ピコ。うわ、高っ。うちのドーナツ200個買えるよ。支払いはローンも可能じゃぞ。分割20回までできます。だっさ。わかりました。そうか、それでは支払い契約書にサインを。あなたこそ私がずっと探し続けていたお方なんですね。は、私を弟子にしてください。はあ、はあ、で、うーん、すっかりハマったわけね。お香全種類買っちゃったんだよ。もううちのドーナツおごってやんない。普通のお香にしか見えないけどね。ヘン君、人工香料の匂いがする。やっぱりインチキか。信用できるならデートに使おうと思ったんだけど。インチキじゃないわ。このお香を焚いているとなんだか意識が冴えてくるの。魂のパワーが溢れてくるっていうか。気のせいよそんなの。ほっといていいのかな。シナモンの趣味なんだしいいんじゃないの。癒されるわ。はい、席について。どう、何ですかこれは。シナモン。パワーの高まった今の私になら分かるわ。厳しい運命が先生に降りかかろうとしている。シナモン。そしてプカプーさん。プカプー、あなたを守ってる妖精さんよ。ほら、今そこで笑ってる。マージョラム様にお仕えしてからみんなについてる妖精さんが見えるようになったの。シナモン、あんた毎日あの占い師のところに行ってるの。もちろんよ。マージョラム様のおそばにいると私のパワーもどんどん高まっていくの。アブラカダブラチチンポイポイポイ。見えた。お主らは結婚しようと思っているが両親に反対されて悩んでおるのじゃな。はい、そうです。どうしてわかったんですか。クリスタルが真実を告げたわ。あなたの正体はヴァンパイアね。何。余計な口を出すでない。ご両人、ぜひこの癒しのお香を。隠そうとしても無駄よ。500年も世界をさまよって人間たちを虜にしてきたんだわ。絶対に結婚しちゃダメ。もういいわ、行きましょう。二度とこんなところ来るか。またんか、癒しのお香。わしの商売、いや占いの邪魔をするなと何度も言ったじゃろ。だってマージョラム様のお声を聞いてるとインスピレーションがピーンときちゃうんですもの。大体わしはお主を弟子にする気はないんじゃ。いいえ、これは定められた運命です。
マージュラム様ほどの占い師ならお分かりになりますでしょう。それはもちろん分かっておるが。さてと、次のお客様がいらっしゃる前にお清めしなくっちゃ。あ、こらやめんか。部屋が汚れる。おい、こら。エキサイトしてるわね。占い方の方はめちゃめちゃ度に磨きがかかってるけど。シナモンの占いが当たるようになったんなら、ある意味あの占い師も信用できるけどな。どう見てもインチキ臭いのに、私たちのことはバッチリ当てたのが引っかかるのよね。そっか、シナモンはまだあの占い師さんと一緒にいるんだね。やめといた方がいいんじゃない。その占い師さん、インチキをしてるのかもしれないんでしょ。騙されてたらシナモンかわいそうだわ。もしもし。はい。はい、わかったんですね。調べてもらったの。これは1ピコもしないような安物で、特別な効果は何にもないって。科学者などに何がわかる。ちゃんとわしの占いはお前の秘密を言い当てたではないか。どうせその占いにも何か仕掛けがあるんでしょ。なぜそれが。この野郎、黙ってろ。わしの占いがインチキだという証拠でもあるのかい。ふん、すぐに掴んでみせるわよ。サンディやめて。マージュラム様のお力は本物よ。私のパワーも強まってきてるし。それはあんたの思い込み。こいつに騙されてんのよ、シナモン。そんな。私がインチキを暴いてやるから、もっとマシな師匠を見つけな。なんじゃと。ふん。よろしい。ならばわしがお主に一つ予言をしてやろう。何よ。お主がこの前連れてきたクラウドという羊、毎日お前にこき使われて相当鬱憤が溜まっておるぞ。クラウドはうちの子なんだから、家のことをやらせるのは当然でしょ。その月じゃ。今から3日後、お主はあの羊に噛みつかれるであろう。バッカじゃないの。あのクラウドが私に噛みつくなんてありえないわ。信じるも信じないも自由。しかしこれは確実にやってくる未来じゃ。ふん、あんたの方こそインチキが暴かれる日を楽しみにしてなさい。サンディ、サンディ、待って。マージュラム様に謝って予言から逃れる方法を教えてもらおうよ。必要ない。どうして？このままじゃサンディクラウドに噛みつかれちゃう。あんなインチキ占い師の予言当たるわけないでしょ。インチキじゃないわ。あんた騙されてるのよ。いい加減目を覚ましな。違う。だって私のパワーはちゃんとレベルアップして。ならあんたの占いも当たるようになったわけ。シナモンじゃない。帰ろ、クラウド。ボス、あんなこと言ってどうするつもりですかい。羊が飼い主に噛みつくなんて、今までみたいなわけにはいきませんぜ。言っちまったもんは仕方ないだろ。悩みや家庭の事情なんかは尾行して調べることができます。けど未来に起こる出来事なんざ。本物の占い師でもない限り当てることはできませんぜ。
うるさいね。やるって言ったらやるんだよ。私の占いは 100% 当たるんじゃ、絶対にな。な、無茶な。一体どうするんです？そんなのはあんたらが考えるに決まってるじゃろ。いいから切り切りをやり。そんな。クラウドがサンディに噛みつくか。バッカみたいでしょ。いつもこき使ってるものね。案外やりえないことじゃないかも。なんですって。なんでも。だからもう少し証拠を集めてから乗り込もうって言ったのに。一人で先走るからだよ。あんなインチキ占い師の言うことなんて気にすることないわ。ま、3日経ったら分かることさ。それまでに絶対あいつらの正体を掴んでやる。って言ってたのに結局何も分からなかったね。約束の3日目だよ。だから何も起こるわけないって言ってるでしょ。じゃあなんで僕らにこんな格好させてるのさ。今日デートだったのに。畑の手入れしたいんだけど。それに肝心のクラウドは？さっきサンディがお使いに行かせたよ。なんだ、インチキとか言って結局は予言信じてるんじゃないの？インチキって分かったらすぐに記事にするためにあんたたちを集めたの。シナモンどうしてるんだろう。結局来なかったしね。ついにこの日が来ちまったよ。仕方ねえ、やるしかねえぜ。もしもし、そこの羊さん。このように古代の羊たちは大しくたくましく自由に生きていたのです。しかし人間どもがその自由を奪った。現代の羊たちは野生を忘れふぬけになってしまっている。羊たちを立ち上がれ、牙を向け、人間どもに噛みついてやる。そうなんだ。でもサンディたちはみんないい人ばかりだよ。兄貴、やっぱ俺たちには無理だぜ。っていうか、土台羊が人間を襲うってのが無理無理だぜ。しかし、このままじゃボスのきついお仕置きが。こうなったらやけくそだ。あなたはサンディに噛みつきたくなる。噛みつきたくなる。そんな兄貴、やったこともない催眠術なんかで。サンディに噛みつきたくなる。かかっとる。サンディに噛みつきたくなる。噛みつきたくなる。ただいま。おかえり、クラウド。サンディに噛みつきたくなる。あ、どうしたの？いただきます。離して。何すんだよ、離せったら。あんたたちもった予言は当たっちゃったよ。あの羊引っかかりましたぜ。最後は兄貴の催眠術が決め手となりまして、ボスの予言実現しました。今頃あの小娘も反省してるだろう。あんたらは引き続き次の予約者の身辺調査をよろしく頼むよ。へーい。どういうこと？催眠とか身辺調査とか、サンディの言った通り全部インチキだったのね。ち、ああそうだよ。本物だと勝手に信じ込んだのはお前の方だろ。ひどい。けど秘密を知ったからにはただじゃ返さないよ。え、前たち。はい。兄貴、暴力は苦手っす。バカ野郎、俺だって。そうだ、さっきの催眠術で、今
今見たことを忘れる忘れる、うん、忘れるわけないでしょ。出口1ヶ月前からお客の下調べをして絶対当たる占いに見せかけ、はあ、サンディ大丈夫？家まで送っていくよ。無理しないで荷物持つよ。あんたたちが私を見捨てたこと一生忘れないからね。でも見事な取材だったわよ。自ら体を張ってのスクープ。あ、サンディあ、ごめんね、サンディ。別に、そっちは何ともなかったんでしょ。そうなの。前に通販で買ったこの木製トーテムポールが私を守ってくれたから。あ、なんならサンディもこれご信用に一つ。結構、いらないわよ。あのこと何も覚えてないんでしょ。デリケートな私のハートは傷ついてんのよ。じゃあこれ、心を癒すクリスタルペンダントなんかどう？ルーンの魔法の指輪とか神秘のピラミッドティアラなんかもあるわよ。ほら、街のシンボルスネイルくん、やばいよやばいよやばいよ、たたり！